元 GOC 戦日かなの顔面腫れ上がる写真公開、元レペゼン丸逮捕報道で DV 疑惑浮上。戦日かなのさんは2024年9月27日にインスタグラムで恋人からの DV 被害を告白しました。彼女は腫れた顔の写真を公開し、別れたいが暴力で阻まれていると訴えました。その後安全な場所にいると報告しました。みんなの反応。暴力は飲酒時だけで、普段は優しいから別れない。でも他人を殴るのはダメ。若いうちはその人しかいないと思うけど、縁を切るのが良い。関係者にいろいろ吹き込まれたんだろうけど、 DV するやつは簡単に変わらないし、甘やかすとエスカレートするよ。酒飲んでやらかすのも本性だから許しちゃダメ。病んでる時は判断力がなまるから、最初に助けを求めた時のことを思い出して行動してほしい。 DV 行為が飲酒時のみで、関係修復を持ち無の肌も依存です。根拠なく元すのは危険で、大事に発展する前に専門機関に相談を。女子供を殴る人からは早く離れましょう。判断ができないなら自分も病んでいるかもしれません。恋愛って知らないうちにマインドコントロール状態に陥ることが多いんだって。相手に合わせて生活習慣や趣味を変えたりしてるうちに、それが普通だと思い込んじゃうんだよね。そうなると自分の感覚と周りの意見がずれてきて、身近な人のアドバイスすら敵だと思い込むこともあるんだ。 DV とかに他時に一瞬精神判断を思えいですけど、またすぐに相手を好きな気持ちがしょっちゃってもとしちゃうんだよね。正しいことをするのが相手を傷つけると思って自分を責めちゃう。だから精神的に強くない人は、周りのまともな人たちが隔離してあげるのが一番だと思うんだ。お酒を飲まなければ暴力を振るわないからと被害届を取りされたみたいだけど、お酒を飲んでも飲まなくても殴らない人は殴らないよね。お酒を飲んで暴力を振るう人はお酒をやめられないと思う。どんなに好きでも、どんなに優しくても、手を挙げる人とは一緒にいちゃダメ。命に関わる前に気持ちを強く持って、寂しくても愛情が残っていても離れた方がいいと思う。女性の暴力は絶対にダメ。被害者の顔がどうなるか心配だし、若い頃からの苦労も影響するよね。これ以上のダメージがない人生を願いよう。知人がパートナーに暴力を振っていたと聞いてショックだった。女性が逃げられず、彼の友達も軽く説教するだけで逆効果。結局警察を巻き込んで別れさせたけど、加害者の友達も同罪だと思う。彼女はトラウマが消えず、彼だけでなく周りの友達も憎んでいると言っていた。 DV は絶対にダメ。でも助けを求められない人も多いよね。次の恋愛の前に判断基準や対策を学ぶべきだと思う。お酒飲んで手を出す友人がいて説教したことがあるけど、お酒が悪いんじゃなくて、それがその人の本性なんだよね。普段は優しいって言うけど、力の弱い相手に手を出す時点でダメだし、謝っても取り繕ってるだけ。ニュースの彼女らが許す許さないは強依存で、他人事だから自分で考えてどうぞご勝手に。ただお酒のせいにして日頃の鬱憤を出す人間には気をつけた方がいいよ。私が救ってやると思っても相手はそう思ってないから。戦慄さんには男子会やカウンセリングなど前向きな行動をとって、若い女性ファンに良い影響を与えてほしいです。暴力や薬物は絶対ダメ。借金や浮気もきついけど、暴力と薬物は一線超えると専門家の支援なしでは回復が難しい。良い面があっても速攻で離れないともっと悪化する可能性が高い。その人のためにも自分のためにも離れた方がいい。飲酒して DV が悪化しても良いというなら、外野は何もできないけど、社会としては危険な人を放置できないから、法的対処が必要だと思う。本人が関係修復したいならすればいい。他人が何を言っても気づかないし、アドバイスがきっかけになればいいけど、二人の中のことは発信しないでほしい。自分が選んだ道なんだから好きにして。70億人以上いるんだから、この人しかいないって思い込むのはやめて、たった一人のために人生を台無しにしないで。強依存や DV は愛じゃないよ。愛してるなら暴力なんてしないし、悲しい顔も見たくないはずだよ。これって一種の洗脳だよね。自分も経験あるからわかるけど、自分の常識を平気で超えてくる人と付き合うと、好きだし結婚したいし子供も欲しいって思い始めたら抜けられなくなる。結婚したら終わりだよ。私は離婚して自分が正しかったと気づけたけど、あのままだったら自分を失ってたかも。若いうちは気づきにくいけど、周りが彼女に間違ってないって言って被害届を出す方向にしないと、二人とも傷つくよ。若い人にはもっと幸せを感じる恋愛をしてほしいな。飲酒して DV するのは許されないし、被害届取り下げも無理。現実を受け入れて、別れたいなら別れればいいのに。
シラフでも酒飲んでても、暴力振るえば暴行罪、怪我させたら傷害罪、脅して命令聞かせたら脅迫罪、実際に脅迫や暴行して命令聞かせたら強要罪。記事が事実なら犯罪のオンパレードで、改善の見込みも不確か。そんな状況で関係修復を望むのって変じゃない？個人の自由だけど、その感覚が理解できないな。戦慄かなの好きだけど、大人なんだから SNS で騒がず落ち着いてほしい。歌やダンスで注目されてほしいな。自分の感情をコントロールできないと刑事事件になり、子供が被害者になる。昨日の夜に被害届を取り下げると言ってたけど、今日昼に報道されてるってことはまだ取り下げてないか。説得されてやめたのかも。報道されたし反省しただろうなんて甘いよね。あの DJ 社長に丸はいつか酒で捕まるって言われてたよね。酒を飲むとバイオレンスを振るうけど、それ以外は優しいから強依存になってる。被害届け出さないと DV から抜け出せなくて、結果お互いが辛くなるよ。丸さん、やんちゃだけど歌手活動や振り付けも頑張ってたのに、こんなひどい男だったとは。勘は厳しくしてほしいな。相談されて別れを勧めたら逆ギレされたから、もうこの手の相談には乗らない。命が大事だから早く離れた方がいいのに。お酒のせいにするのはダメ。飲むと暴力の可能性があるから、お酒をやめるか自制するしかない。意志が弱そうで無理っぽい。 DV 男からは早く逃げた方がいいよ。飲酒しててもバイオレンスはダメだし、死にたいって言ってたのにリターンするのは浅はかだよ。強依存のカップルって喧嘩するたびに周りを巻き込んで大騒ぎして絶縁宣言して警察に被害届出すけど、その日に取り下げて元さやに戻るんだよね。多分これからも同じこと繰り返すと思うよ。かなが被害届を取り下げたけど、警察が動いた実費を払ってほしい。暴行中に助けてもらったならまだしも、暴行後に逮捕させて取り下げるのは税金の無駄。インスタで別れたいみんな助けてじゃなくて、警察を巻き込むな。殴られて腫れるともっと紫色になると思ってたんだけど、あんなに腫れてるのに内出血が少ないのは普通なの？酒癖悪いのは治らないし、 DV の人はシラフでも優しいだけ、絶対他に素敵な人がいるよ。復縁を望むなら第三者は最悪の事態を避けるよう願うしかない。みんなの反応としては、戦慄さんが DV から離れるべきだという意見が多いです。少数意見としては関係修復を望む声もあります。当チャンネルの意見として、戦慄かなのさんが DV 被害を公表したことに対して非常に心を痛めています。暴力は決して許されるものではなく、特に恋愛関係においては強依存やマインドコントロールの危険性が高まります。専門機関に相談し、安全な環境で新たなスタートを切ることが重要です。